レッドブル J リーグ参入へ超強豪チームの誕生か？世界170カ国以上でエナジードリンクを販売する飲料メーカーのレッドブル社が、J クラブ買収に動いていることが14日までに分かった。複数の J リーグ関係者によれば、オーストリアの本社と東京、六本木にあるジャパン本社が数年前から密に連携を取り、買収計画を本格的に発動、複数クラブと交渉を行ってきたという。現在は J3 大宮が最有力候補に上がり、交渉は順調に進んでいるとの情報もある。浦和を弱体化させるくらいになってくれたら嬉しいような怖いような。大宮レッドブルーズ、大宮ブルーズでいいな。大した親会社を持たない札幌の方が良さそうだけど、大宮レッドブルーズの爆誕だな。ユニフォームが赤になったら大宮サポも浦和サポもどっちも嫌だろうな。神戸未託選手集めまくるのかな。3年もあればいけるか。最近のレッドブル見てると、若手がザルツブルグとかライプチヒに引き抜かれやすくなるだけで、ビッグネームはあまり流れなそうだけどな。外資だからこれまでの負けのイメージは全部一新するよ。レッドブルは戦略として投資したら徹底的に投資先をレッドブル色に染め上げるから、果たしてどうなるやら。カフェイン自体は禁止物質じゃないけど、大量摂取は検査で指摘されるかも。